はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらジャガーのね SUV、 このモデルは2リッターのディーゼルタイプになりますね。ちなみにこちらが SVR、1200万超えですね。まあ、2リッターディーゼルタイプと、ガソリンタイプがあるみたいですね。これ22インチですね。でかすぎ。内装ね、こんな感じですね。いや、すごいスポーティーな感じのシートですね。派手な4本出しマフラー、こっちの、普通のスペースの方が、良さそうですよね。なんかおしゃれですよね。でこちらが、電気自動車になりますね。まあ、1400万超えということで、いやこちらかなりの高級車になりますが、あの横のシルエットねすごい綺麗ですよね。 SUV というよりね、なんか車高の高いクーペという感じがしますね。ドアのボアはね、結構フラットになってます。 EV で400馬力ってことか。でディーゼルのね180タイプ、まあ、このタイプで、まあ、400万ぐらいということでね、いやすごいね良さそうですよね。464万円からか。ちなみにこのタイプは675万ね。はい、いかがでしたかね、ジャガーの SUV、今日3タイプ見ましたけども、どれもスタイリッシュで、なかなかいいなと思いました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ジャガーの SUV を見てみたようでした。じゃあね、バーイ。